異質な雰囲気を持つ重雇用症。ゲウの正体の可能性を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、ゲウの意外な正体の可能性について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。壮絶な過去を持ち、それぞれが、人として、どこか壊れてしまっている重雇用症。その中でも、情報が最も少なく、かつ異質な存在に映る将軍ゲウ。実は、彼には、思いがけない正体と、胸に秘めた目的があるのではないでしょうか。そんな謎多き重雇用症の一人、ゲウの正体と目的について考察してみました。投稿後3時間以内のコメントは、一部を除き全返信させてもらいますので、あなたのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、ゲウの過去。サニによって滅ぼされた小国に仕えており、後にさえ降伏して登用された重雇用症。彼らは、全員が結出した戦強さを持っており、過去に祖軍を撃退し続けていました。そのため、暴虐をもって屈服させられ、敗北することなく、祖に下ったと言われています。マウタ戦闘運については、明確に過去が描かれ、ジュコアウム、自身の口から語られましたね。ゲウの過去も、ジュコアウの説明の中で、似たようなものと言われていました。しかし、他の3人と比べてみると、明らかに、ゲウだけ異質な存在なのですよね。実は、彼の過去は、他の3人とは、少々事情が異なるのではないでしょうか。この得意さが特に際立っているのが、ゲウに発言している、虚無の場合です。2、虚無度は低い。壮絶な過去を持つマウや戦闘運は、詐称になった時点で、人格が破綻していました。誠実な好青年とも言える国の英雄だったマウも、街頭と靴のみではしゃぐほどの表現ぶりです。戦闘運は、死に場所を求める戦闘狂となり、ジュコアウの人格が点々と入れ替わるなど、まともとは言えない状態に陥っています。彼ら3人は、一言で言ってしまえば、完全に壊れてしまっていましたよね。そんな中、ゲウただ一人だけが、異様なほどに、まともな振る舞いを見せています。命令無視を平気で行うマウと、戦闘運をすり抜き、淡々と、ジュコアウの指示に従っていたり、冷静に戦況を見極めて、合理的な指揮を行い、戦略的に敵将を撃つなどしていますからね。ワードからの援軍である、白霊軍とも衝突などなく、すんなりと連携を取れていますし、虚無に陥っているどころか、まともな将の中でも、なかなかいないほどの働きを見せていました。これ本当に、ゲウは、虚無を悟っているのでしょうか？そんな疑問を持ちながら読み返してみると、いくつか気になるゲウの行動も見当たりました。3、気になる行動。あまり目立たないですが、ゲウはさりげなく、重雇軍を動かしているようにも見えます。例えば、重雇城にて、ヨウショウが、マウボの重雇侵攻の報告を聞いた時のこと。久々の戦にはしゃぐマウ、戦闘運と、ツッコミだけで、指示を出そうとしない重雇運。そんな3人を、横目に、状況を端的にまとめて、マウに、判断と行動を促しています。その際、マウや戦闘運が興味を引くであろう。観念を打ったモウブと言葉を添えています。考えすぎかもしれませんが、この発言で、マウの興味をかきたてて、重雇軍の全体方針を誘導していたというようにも見えます。また、もう一つの気になる点は、ジュコアウの本陣陥落後の撤退速弾ですよね。本陣が落ちたとはいえ、兵力がまだ十分あり、士気も高く、巻き返しは可能な戦況。しかも、戦闘員は、義軍本陣に迫っており、流れを変える好機は目前だったはず。退却のドラが鳴っていたとはいえ、マウや戦闘運ならこれまで通り無視して、そのまま戦闘を継続していたとしても、何の不思議もない状況でした。しかし、ゲウが率先して、全軍撤退の判断を下し、他の軍にも伝令を送ることで、半ば強制的に、祖軍撤退という流れを作り、全体の流れを決定づけていましたよね。実は、毎回、このように、ゲウが流れを作って、重雇軍を誘導していたのでは。そんなゲウが虚無に陥っているとは、到底思えないのですが、一体、彼の正体は何者なのでしょうか。4、ゲウの正体。もしかすると、ゲウの正体は、
ゾファンへの患者という可能性があるかも。ご存知の通り、ジュンコには、ソベ謀略をもって、非道な形で降伏させた将を集めています。防衛任務だけなら、うってつけだったのでは、と受講王は考えていたようですが、心が壊れているとはいえ、素に忠誠心がなく、戦に強い将に重要拠点を任せるでしょうか。任せたとして、彼らが、素に反旗を翻して、ジュンコ独立や他国に内容する危険性に備えて、あらかじめ手を打っておくというのが普通でしょう。ゲウンは、そんな祖から15軍の監視のために潜り込ませた患者なのではないでしょうか。マウンやセントウンは、昔から近隣の国の有名人として、互いに存在を認識していたようですよね。しかし、ゲウンに関しては、ジュコアーの伝聞でしかなく、本当にゲウンの出身国があるのか不確かです。15条で顔合わせをした際に、架空の国を捏造し、自分も似た境遇だと言っても確かめる術はなく、心の壊れた3人が裏を取るとも思えず、ゲウンの証言を信じてしまいそうです。ゲウン軍も直下兵の数万人程度なら、祖軍の中で用意することもできるでしょう。とはいえゲウン軍が、普通の祖兵とは桁違いの、驚異的な強さを持つこともまた事実です。もしかするとカリンが隠しているという、30万の軍の一部なのかもしれませんね。あるいは、祖軍最強を誇るその第一将、コウエ軍の一部隊という可能性も、この二軍から派遣された特殊任務部隊なら、マウ軍並みの強さというのも納得できそうです。カリンやコウエの密命を受けたゲウ軍は、元小国の将として、重国軍へと参加し、暴走しがちな彼らの舵を密かに取りつつ、そのために動かしていたのかも。ちょっと飛躍した意見かもしれませんが、ゲウの描写の少なさと、これまでの行動なら、ありえないとも言い切れないのではないでしょうか。もしかしたら、カリンの余裕の正体は、潜入しているゲウの存在にあるのかもですね。5. 牙を抜く可能性。もし、この可能性が当たっていた場合、マウレの今後の動き次第では、突如、15軍内部から放棄して、マウ軍と戦闘軍の粛清に回る可能性も、15条という根城と受講を失い、素に忠誠心を持たない15軍は、これからどう動くのかは怪しいところです。15という檻から解き放たれたことで、素に下る前のように放浪軍として暴れたり、他国へと寝返るという可能性も否定できませんからね。そんな不穏な動きを、マウやセントウンが見せたら、ゲウが正体を表し、粛清に動くかもしれません。本編中での情報が少ないからこそ、いろいろと考えられてしまいますが、ゲウの詳細が明かされる日は来るのでしょうか。ここは、気になるところですね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。